はい、どうも皆さんこんにちは、ミザです。本日はですね、半額が終了してしまうけどどうでしたかっていう感じの動画となっております。今回はね、僕がなんかこう半額で取れたものだったりとか、ある程度作った装備だったりとかをもう見つつ、ちょっと思い出とかをね、半額の思い出とかをちょっと語っていければなっていうふうに思ってるんですけれども、なんかまず先に言うと、俺なんか結構半額の時に言うじゃないですか。最初の時にすげえやって、真ん中全然やる気なくなって、最後になったらモチベーション感上がりするみたいな。俺今回ね、意外とそうじゃなくて、なんかフラットだった。フラット、なんかこうフラットだったし、フラットやる気があったんですよね。なんかどういうことかっつうと、あれ、なんか芝15連して、今時間あるわ、芝15連行こうみたいな感じになった瞬間にこう適当に行く感じで、なんかこう半額の日付があと何日みたいな思考に俺はならなかったんですよね。どうなんだろう、落ち着いてきたのかもしんない、おじいちゃんなのかもしんないんだけど、じゃあ実際に、そういう風になったってことは、じゃあ装備が整ってんのっていうと、装備があんまり整ってるわけではないっていうようなね、感じになってんですけど、じゃあちょっとまず火属性から見ていこうか。火属性の装備なんだけど、どんな感じになったかな。まずエッケザックス、オールドエッケザックスは3凸4本になりましたね。僕無凸7本を作って、そっから1本ずつ凸してる感じなんだけど、4本、3凸できた形になりました。結構内訳としてはどうだろう、5-5ぐらいかな、フラムグラス5、芝5ぐらいの本数で割合的には出た感じだったかな。単純にオールドエッケザックスだけを狙うんだったらフラムグラスの方がいいみたいなんだけど、やっぱりね、いかないじゃないですか。副産物があんまり旨味がないんで、芝の方が美味しいなと思って、芝の副産物でオールドエッケザックスを掘ってたら、とりあえず4本はできたって感じかね。どうしよう。オールドエッケザックス6本欲しいんですけどね。古戦場には間に合わねえかなーっていう気はするけど、頑張ったでしょっていうような感じ。火属性に関して、他の武器で言うとブラフマンシミターはちょっと増やしましたね。4凸2本に1凸1本。これ、間に合うかな今考えたら、これ間に合うかね。これ1凸1本っすわ。だからこれができればブラフマンシミターが3本になるから、とりあえず落ち着いていけるよねぐらいにはなってるんですけど、ただね、ちょっと先に言うと、火属性のエレメントがなくて、俺火属性のエレメントが枯渇しちゃって、ブラフマンシミター作る感じじゃないんですよね。それを作れるんだけど、それを作ったら、芝が作れなくなる。ザ・サンの最終上限解放ができなくなるみたいな。そんな感じで、結構俺、なんか今、ヒエレがカツカツなんですよ。すげえそこが迷ってる感じっすかね。火属性の武器で言うとそんぐらいかな。他には作るものなかったし、半額始まる前にコロツエ5凸4本もできてっていうことで、古戦場に備えてっていうのであれば、そんなにこうめちゃくちゃ装備が増えた感じじゃないけど、順調だよねっていう感じかな。あとブラフマンシミター1本さえできれば、マグナ編成の火属性古戦場はっていうような感じではあるんで、それでいいかなっていうような感じではありますね。結構拳とか火属性の拳、オメガ拳とかも作ったんで、頑張ったかなっつうような感じの印象、火属性に関しては。で、次、水属性はね、ごめんけど何も作ってないです。で、なんでかっつうと、もう水属性はリミテッド武器でほぼほぼ武器が揃っちゃってるんで、なんかこうわざわざ今作るよねっていうもんがないんですよね、水属性に関しては。だからちょっと、ただNアルバハ中に団員の人とちょっと通話してたんだけど、キュロスビネットは3必須ですねって言われたんですよ。教えてよと思った俺いや別に教えてよとは思わなかったんだけど、みんなキュロスビネット3入れてるらしいんですよ、N アルバハとかで。それは知らなかったと思って、俺2本しかないからさ、ティロスビネット。ちょっと3本目作ろうかな。次の、半額中にティロスビネット作ろうかなっていう、あれは立ちました。目標は立ちましたけど、じゃあ水属性今回なんかしたのっていうと何もしてない感じですね。水属性のオメガブレイドぐらいか。ブレイドはでも半額ちょっと前に作ったかな。水に関しては特に何もしてないかな。土に関しても、めちゃくちゃ何かをした感じじゃないっすね。何も作ってねえか。
そうですね、まあ、ちょっと前半額始まる前にこっそりニーベルンホルの4凸は2本目作りましたね。なんでまあいつか3本目の4凸作らなきゃ、次の土売り古戦場までに3本作らなきゃなっていうふうに思ってんだけど、まあまだまだ先だろうっていうことであぐらかいて腹出して寝てる風邪ひくみたいな感じですかね。他になんか土の装備はあーないなあ。まあでもクリンゲ3本目はできてますね。そういえばこっそりだけどクリンゲ3本目はできてるかなぐらいですね。まあ半額中は特に土も育ててないかな。で風属性に関してはまあこれは半額はあんま関係ないんだけど、リユニオン作りましたね。リユニオンでまああのあれですね、ちょっとアルティメットバハムートに明日ですね、明日アルティメットバハムートに風属性で行く動画をちょっと出そうかなっていうふうに思ってんだけど、その時にHP が欲しいなっていうふうに思って、どうにか HP 稼げねえかなと思って倉庫漁ってたらリユニオンがあったから、ちょっとこれ4凸作ろうって思って作りました。気合でって感じっすかね。他の風武器はあんまりかんまりって感じかな。うん、リユニオン、風はリユニオン作りましたね。光はどうだろう。光はちょっと強化した気がするな。あ、でも素体は揃ったけどっていうぐらいで、最終とかはしてない感じですね。例えばミトロンの宝剣とかも3凸で用意はしてるんですけど、4凸はしてないっていう。まあ、光に関してはどれをどうすればいいのかがまだあんまよくわかんないですよね。みんなわかります？俺あんまわかんなくて、光属性ってどうすればいいんだろうみたいな。だからちょっとね、なんか進められなかった。どう進めればいいのかわかんなくて、もう素体だけ集めていつでも行けるようにしながら放置してるっていう感じかな。まあ、ただメタトロン連戦とかは行きましたね。30連戦とか15連戦を5、6回行ったかなくらいは行ったんで、まあ素体に関してはちまちま揃ってますっていうような感じかな。で、闇属性に関しては結構やりました。まあ次の古戦場が闇なんじゃねっていうふうに言われてるっていうことで、まあとりあえずメタトロン、まあ、メタトロンの話に戻るんだけど、メタトロンで負けたくねえなと思って、メタトロンで俺ハデス編成だったんだけど負けてたんですよ。でなんで負けてんのかなって思ったら、グラーシーザーが2本しかないからだったんですよ。グラーシーザー2本、ブルトガングしかなかったから、ちょっと火力足りねえなと思って、うん、これじゃあセルマグに負けちめえよと思って、急いでグラーシーザーにダマスカスを2個突っ込みましたね。ということで、グラーシーザー3本持ちになりましたかね。闇属性に関しては。まず1個目がグラーシーザー。で、あと、あれですね。次の非有利古戦場用に、バハムートのフツルス作りました。エルンドラフなので、これはあれですね。エルンドラフだから、アニラと何かみたいな。アニラとエッセルが共存できるんだ。そうそうそう。アニラ、エッセルで共存できるようになるんで、まあそういう意味でマグナ編成では強いかなっていうような印象。まあスキルレベルがまだ10なんで、そこら辺はサクッと上げちゃいないなっていうような感じですかね。まあ、バハムートスピアを作って、グラーシーザー作って、あとアビススパインですね。杖だわ。アビススパインの方を4凸2本作りました。うん。で、こちらの方必殺なんだけど結構強い感じになってるから、まあ闇売り古戦場だったら1、2本。まあ、普通に殴る場合でも1、2本。もっと使うかもしんないよね。その扇パーとかに。特化したパーティーに組むと、まあ、特に闇属性とかだったらテュポーンがあるから、そういう意味でも結構アビススパインは使うのかなっていう風な感じで、まあ、個人的に2本っていうのはなかなか満足がいく結果になったんじゃねえかなっていう風に思ってる。まあ4凸2本でスキルレベルも15になってんで、あ、レベル115だ、レベルは150にしないとねっていうような感じになってます。まあ満足いく結果になってる。終わりかな？そうですね、そんぐらいですかね。ってことでまとめると、非属性はオッケーをモリモリして、ブラフマンシミターをモリモリした感じで、あと風属性がリユニオン作って、闇属性がグラーシーザー作って、アビススパイン2本作って、バハムート槍を作ったっていう感じかな。まあ、なんかそんなにこうめちゃくちゃうわーやらなきゃやらなきゃボコ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 って感じじゃないけど、なかなかこう充実してたかな。なんか落ち着いて充実してた落ち着いた充実感を得てましたね。っていう感じだったかな。まあ皆さん的にどうでしたか、半額期間中。まあなかなかこう何が欲しい、まあ足りねえみたいな、連戦だっつうのあったと思うんだけど、まあ、僕ね、非属性ちょっと一つ言い訳していい、芝に関して言うのであれば、カツオヌスがないからさ
言い訳なんだけども、分かってんだけどさ、カツオルスがありゃな、もうちょっとなんかこう芝頑張ってたような気がするんだけど、カツオがねえからよ、ちょっとなんかね、なんかこうブラフマンシミターもなあっていう気持ちになっちゃった感は否めないですよね。まあでもなんかこう自分の地に足がつく感じでポコジャカやりましたね。あ、すいません、あの普天間馬は1本しか無凸1本しか増えませんでした。あの4凸2本作るって言ってたんですけど、ゼノディアボロスの時にごめん報告してなかった、謝る、すいません、まあ、ぐらいかなっていう感じですね。まあここからの目標として、まあ例えば次が闇売り古戦場になったらマグナ編成もちょっと実際に使いたいんで、そのセレストクローマグナも増やしたいよねみたいな感じのもあるし、まだまだやることは僕の中ではいっぱいあるんで、まあただちょっと単純作業みたいなのが多いから、ちょっとそこら辺でね、なんかモチベーションが続くかなっていうのはあると思うんだけど、まあ12月に新情報も来るっていうことで、僕はなんかまだまだグラブルを楽しめそうだなっていうふうに思った感じの半額でございました。まあこれからもね、まあ、自分のこうやりたいように、なんかこう、まあ俺結構言ってるけど、なんかモチベーションがない時は俺結構やらないからさ、うん、なんかこうモチベーションがある時にサクッとやって、ない時はやらないみたいなメリハリをつけて、これからもグラブル楽しんでいきたいなというふうに思ってる所存でございます。皆さんの半額のね、あの結果はどうでした？よければ下のコメント欄に書いてみてくださいってことで、半額お疲れ様でした。それじゃあ皆さんまたお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。